ミュージックエモーション。こんにちは、わんこそば P さんです。わんこそばなおひろ。いや寒い寒い、僕ら二人爽やかだよ。いやもう親父ギャグが寒すぎるただでさえ寒いのに。あ、うん、まあね、いいんですよ。ほう、うん、皆さんのね、うん、あのほてった心をね冷やすんですよ。ほてってますかね皆さんもほてってますよ。あ、まあ確かにね、皆さんね恋心をね、ほう、そっちですか、恋に恋焦がれて、わかんないけどね恋に恋焦がれてますかね。はい、いやみんなは違うよ。そう、タモちゃん恋してますか。あ、私は恋なんかトントしてなくて今びっくりしました。恋っていう単語にびっくりしましたわ。だって恋ダンスしてたじゃん。チャララララララ、恋ダンスは恋しなくてもしますけども。あ、上辺だけですかあれは。そりゃそうですよ。おそりゃそうだ、上辺だけだ、そりゃ恋ダンス、恋なんかびっくりしたもん今。恋で心がほてるっていう、うん、恋、心が変になるっていうことね。ししああ、びっくりしました。私はもうその心がほてるときはですね、うん、あの前の車が遅くてイライラしたときとかですよ。なんか負のオーラですね、全部ね。ネガティブオーラ出してますよ。そういう感じ。心が狭くなってますね。いやいや、この間ね、あの久々に、はいはい、眉毛に会ってね、はいはい、あの奥さんにね。まあ、私ですか。はい。綺麗じゃないですか、とてもどうかわかりませんけども、いや、まあ、恋をしてますよ、たもっちゃんに。私にですか、うん、もう、うん、なんか見てたら ELT の曲が聞こえてきますからね、うん、別に ELT に似てるからってわけじゃないですけど流れてきました、はい、流れてきましたね。ELT の曲ってタイムゴーズバイですかフラジール、フラジールですか。今久しぶりに今こう頭の中で思い出しましてね、ちょっとそれでフリーズしましたけど何があったかなと思ってね。いや、家族仲いいですからね。まあ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 仲はいいですね。もうチームプレーというかね。そうですね、まあ、ね、子供たちもね結構積極的に、うん、あの子供の相手とかもしてくれるしね。まあそうですね、うん、バランス取れてますよ。そうね、まあ、うん、みんなどうなんでしょうね、うん、うん、変わってますよみんな、まあ、みんなみんなね、あいつ変わってる家系かもしれないですよはいはい、はい、あのね、お母さん見てるとお母さんが一番おかしいんだよ。お母さん変わってるよね、ええ、いい意味でね、ええ、だってコミュニケーション能力が半端ない。まずあ、まあまあまあね、もう誰から構わずさ、はいはい、もうなんだろうな、フレンドリーというかね、してますね、素晴らしいよね、はい、どこで培ったんでしょうね。わかりませんね、うん、なんかいろんなものに、ほう、あの手を出してらっしゃいますよ。そうだ、趣味、多趣味、多趣味、確かに、うん、趣味が多いとね。誰、お茶を、お茶のお茶を習って師範代になるんだって言って頑張っていたりですね。ほうほう、次の週はスキューバダイビングだって潜ってたり、ほう、そういう人ですね。毎週多分別人でしょうね。もう何やってるか分かんないか、何人かいるのかもしれない、タモちゃんのお母さんが。そうだ ね、 ね、うん、そんな感じですね。素晴らしいね。で今はなんか劇団のお手伝いみたいなのしてるみたいで、いやすごいね、よく分かんないけど、うん、その、うん、チケットをちょっと買ってちょうだいっていう連絡が来ましたね。あ、そういう連絡が来たの、うん、はあ、パーケンじゃないですかね、パーケンですよそれは完全に。びっくりしましたけどね、うん、いやでも若々しくていいですよ、まあ、頑張ってますね。何かやっぱ若さの秘訣って、うん、何かをする、熱中すること、青春じゃないかなと僕は思うんですよ、はいはい、まさに青春時代、ね、今が、うん、今がね、 Now ね、はい、皆さんは青春してますかと、はい、してるよね。だってユーヒー君のライブ見たらさ、うん、ファンの人とかもみんな青春してるじゃん。あれは青春ですね、青春、コメント見てても青春されてると思いますもん。そういうことなんですよ、うんうん、何かに、ね、熱中できるってことはね、うん、青春してて、それがやっぱ若さの秘訣なんですよね、はあ、いいですね、いいです、いいです。タモッチも最近はもうペニシリンにねハマってるし、ペニシリンにはわかんないハマってないですけれども、最近けどハマっても実際あってね、ほう、うん、なんでしょう、あのドラマなんですけど、私ハマるの珍しいんですけど、いいね、珍しいね、あのリーガルハイっていうドラマ、あ、弁護士、そう弁護士さん、うん、酒井雅人さんと、はい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 、新垣結衣ちゃん、うん、むちゃくちゃ面白
面白いです、あれは。あれ面白いですね。面白いです。ものすごい早口で、早口でバーって喋るんだけどいやいいよ、面白いよ、勝手にハマってます、うんうん、今日ツタヤで続き借りてきたもん。なんかもう何週かしてるよね、もうすでに相当遅れてるよね私ですかね。いやびっくりしましたはあ、むちゃくちゃ面白い。でもやっぱりそういういい作品って、うん、もう何周しててもいいんだよね。いいものはいいというか、まあ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 、何回見てもいいし、いいですね。1回目より2回目、2回目より3回目、こう噛み砕けるしね。はい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 、面白いのは面白い。みんな知ってますかねみんな知りすぎてるかもしれないですね。知りすぎてる、はい、僕も発掘したと思ってね、はあ、感動してますもん自分で。あ、そうですかPさんもよく知ってたんだね。あ、そうですか、はい。じゃあまあメッセージの方行きましょう行きましょうか。まずはですね、イクさんからですね、はい、P さん、直弘さん、こんばんは。錦糸工の曲、二足歩行バードいいですね。私も生で聴いてみたいって思いました。お揃いですね。イベントで歌ってくれるといいですね、うん、リクエストしておきますよ。魂田由美さんの曲、君トロピカルでいいんじゃない流れてすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。またユフィーさんの曲をぜひよろしくお願いしますということで、イクさんからでした。ありがとう、ありがとうございます。いや確かにこの錦糸工さんのね、二足歩行バードめちゃくちゃいいんでね、ぜひ生で聞きたいなと思いますね、うん、じゃあ次のメッセージお願いします。はい、ユミユフィーさん、今週もありがとうございます。ピーさん、直弘さん、こんにちは。錦糸工さんの曲とっても素敵でした、うん、私もぜひ生で聞きたいと思いました、うん、ホールで聞いたら素敵だろうな。魂田由比さんは、うん、君トロピカルでいいんじゃない。ありがとうございますやっぱりいい曲ですね。去年はライブでもいっぱい歌いましたからね、うん、今年もますます広まっていきますように、うん、Pさん、たくさんお仕事入ってきてめっちゃお忙しいんですね。全国から求められるって素晴らしいですね。体に気をつけて頑張ってくださいね。直弘さんの新曲、どんな曲ができるのか楽しみです。頑張ってくださいね、うん、と。まずはやっぱり仕事は景気が良くなったというか、はいはい、まあ、やっぱりこう広告業とか映像音楽業って最前線じゃん、多分一番最初にこう動く業界じゃん、うんうんうん、はい、だから一番最初になんか依頼が増えてるなと、まあ、景気が良くなってきてるんだなみたいな雰囲気はあるんですけど、まだもしかしたらこう小売業とかさ、はい、建築とか、まあ、飲食とかかな、はいはい、はこれからなんじゃないかなと思いますけどね。なんか5月に連休明けだったっけ、うん、コロナが、うん、ね、5類にちょっと落ちるっていう話でしたよね、うん、まあ、そうなるとまた変わるかもね。変わるかもしれないね。今こう規制がすごいじゃん、はいはいはい、いろいろ、うん、と周りの目、はい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 、今田舎ほどね、うん、ありますな、そういうのはありますしね。そういうのがなくなったらまた雰囲気が変わるんじゃないかなと。そうだね、いい雰囲気になればいいかなと。だからそこに向けて P さんはお手伝いですわね。そうですね、先回りして、まあ、イベントだのなんだのね、はあ、手順を追っていってる状態でね。あと県外のお客さんからも呼ばれてるんですけど、まだ行けてないのでね、はい、どこに呼ばれてるんですか今。いやもう九州から、はい、まあ、沖縄の仕事も今入ってるんだけど、沖縄の仕事も入ってるんですけど九州からだいたいね茨城くらいまでかな。結構広いね、はい、広範囲で、はあ、そっから上はねあんまりない、ない東北あんまりないね、意外に。伊達政宗倒していかなきゃいけませんね。ダマサ好きだけどね好きですか。好きです、好きです。いっちゃん好きかもしれない、いっちゃん好きかもしれない。信長の野望でさ、はいはいはい、いっちゃん使ってたもんあ、そうなの。伊達政宗、はあ、うん、あれは戦国武将を選ぶとこからスタートなんですか、信長の野望は。そうそう、まず年代からスタート。あ、そうなの。何年からスタートするかと。あ、そんなに奥深いのあれ。はい、とりあえず信長になりましたじゃないんだ。じゃないじゃないじゃない。まあ信長もね、全こうストーリー選べるやつもあるけど、はいはい、信長が死んだ後のやつも選べるしね。もう信長の野望じゃないね。だから信長の死んだ後はやっぱり人、あの羽柴秀吉 vs 柴田勝家ね、はいはい、なるほど、うん、それ柴田勝家が勝つバージョンもあるんですか。もう自分が操作して頑張れば。え、そうなの。秀吉を打ち負かすこともできますし、歴史を変えることができる。変えることできます。あの、はい、え、そうなの。そう、信長の野望というねゲームがありますんでね、はい、光栄テクモゲームスから発売中ですのでぜひ検索してです ね、 ね、アプリも発売中ですのでぜひ検索してやってみてくださいませ。ということでね、1曲流しましょうかね。行きましょう。はい、それではね、3月のイベント来てくれます。
聞いてください。藤本宝でレイ。聞いていただきました。藤本宝でレイでした。3月12日のイベントではですね、宝さんも来てくれますんでね。いや楽しみ。どんな歌を歌ってくれるのか楽しみですけどね。あかんどけてますかね、やっぱり都会に出られて、まああとちょっと喋ってみたいよね。喋ってみたい、うん、ね、うん。とにかく喋ってみたいですね。つついてみたいしね、ツンツンと。そうですね、本当に宝なのかと。はい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 、もしかしたら別人が来てるかもしれないから。確かにね、信用できませんから。やっぱり信用できませんか、うん、藤本力さんの可能性あるから、ね、偽物の ね前に控え室で藤本力って書いてあった時あったからね。ほう、うん、なんか力持ちな感じですね演歌歌手みたいだよねなんかね、はい、というわけで、メッセージの方お願いします。はい、はい、トモさんですね、はい、今週もありがとうございます。 P さん、タモさん、こんばんは。こんばんは。コメ読みありがとうございます。そうです、あの子が何年か前のバースデーワンマンライブ前にほぼ毎日路上ライブ頑張って通ってました。ほう。5年、Google フォトにたくさん写真たまりました、うん、今回の曲君とろ初めてダンサーしました。
確か、笠間ポレポレシティでした。その日はチャスちゃんのトマトも踊りました。その後水戸路上ライブも行ったんですが、うん、電車の都合ですぐ帰りました、うん、少し懐かしいです、うん、あの子との出会いは地元の最寄り駅でミスドに行こうとしたら歌ってました、うん、プロフィールの姫路出身が気になって少し話してみたら楽しい子なのが分かり打ち解けました。出会いって面白いですね。これからも よろしくお願いしますと。いいね。いやなんか自分の子供みたいな感じで話すね。なんかね。なんこうやっぱ出会いがあるんですね。人同士ってこうってつながっていって。まあでも特にこう路上ライブなのなんだのってさ、うん、みんながこう集まってその人たちが全員この人のことが好きなわけじゃん。同じものが好きで、うん、だから同じ方向向いてるから、まあ、仲良くはなりやすいしね。この出会い、ね、出会いが生まれやすい環境なのかもね、うん、それこそタモちゃんなんかさ、はいはい、あのお医者さんしてるからさ、うん、それこそいっぱい出会いがあるわけでしょ。 ありますね。ね、患者さんとしての出会い以外にもさ、うん、いろいろこう別の出会いにつながったりもするじゃん。あ、もちろんそうだね。とか、まあ、紹介とかね、はい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 、いろいろこう横につながっていったりも、こう1対1以外にもね、うん、広がっていくわけですよ。そこ面白いよね。面白い面白い、うん、私はそれをね最近そのお医者さん業もですけど PTA したり、あーパターねそうそうパパ業ですよ、それからあの自治会ですね、ここら辺も結構ねどっぷり入ると、はい、楽しい。はあ、がっぷり四つです。マジで。ええ、自治体。え、何？自治会ですね。自治会って何？あんまりやったことないからさ。そうだね。自治会長さんがいらっしゃって、ほう、自治会さん同士の集まりがあったり。いわゆるその地域の番長ってことだよね。地域の番長が自治会長さんで、うんうん、僕はそこの自治会長になってるわけではないけど、うん、そのいろんな役職があってね。ほう、何なの？私はね総務部っていうところに所属させてもらってて、総務部、総務部が各自治会の、うん、10個とか15個とかある自治会の総務部が集まってくるんだけど、うん、その中のトップをさせてもらっていて、へえ、そうするとね自治会長トップの会に呼ばれるのよ、うん、自治のね、うん、それがめっちゃおもろいのよ。まあいろんな人と会えるからね。すごいのよ、面白くて、いろんなジャンル、うんうん、勉強になるし。勉強になるね。ね、あと若者と、うん、困ってることとか考えてることがやっぱ違うね。そりゃそうだよね。そう、世代が違うだけでね、そこがね面白いのよ、うん、である意味噛み合ってないところもまた面白くって、うん、その自己主張のしやっこしてたりするわけよ。おー、うん、俯瞰で見てるんだ。うん、そこをけどこう噛み合ってくるといいなと思ってね、うん、もうね、まあ、みんな同じね地域で住んでるから、うん、一つの車輪になれたらいいよね。そうなの、うん、つなげていきたいと思っております、ね、フロントとリアがね同じぐらいのスピードで回り出したら、そりゃもう早い勢いでねいろんなことできますから。はい、ただその今の、うん、ぐるぐる回りそうだね。え、こうスピンってことですか？キュインキュインキュインで前に四駆なんだけど全部のタイヤが別々の方向回ったりね。キュインキュインになってますけどね、うん、まあ、こういうのが楽しいです。そうそう、うん、楽しい。やっぱ滑稽じゃん。滑稽ってね楽しいことなんだよね、うん、やっぱね。まあ、まあそうだね。そう、うん、滑稽に見えるっていうのはね、うん、頑張ってるってことだと思うんだよね。頑張ってるのよ。そう、うん、で全然ダメじゃんと思って、うん、潰れそうなのに、うん、ある日突然来てみたら全部がうまくいってたりね。そうそうそう、どう転んだと。まあなんだかんだねうまくいくんですよ。すごく面白い。これがまた面白いわと思って、うん、そういうのが好き。いいじゃないですか。私今後、ね、横のつながりが好き。ということでね、マッチングたもとということで、ね、うん、新しいアプリできましたね、はい、ありがとうございます、はい、ということで最後のメッセージもお願いします。はい、はい、じゃあ行きましょうかね、うん、オカポンさんですね。オカポンさんありがとうございます、P さん、たもっちゃん、ゆきゆきまたゆきだよね、うん、と。ゆきやだ。金志向さん、ポップな歌も歌うんだなって聞いてたけど、ちゃんと聞いたらやっぱ熱かったわ。本質は変わらないね、うん、でチラッと思ったけど、うん、金志向さんと脇山くん類似校かな。どちらも熱々な感じだわ、うん、
錦糸工さんは多分10年以上ぶりぐらいになるんじゃないかな。最近ちょこちょこ箱にも出演してるみたいだね。秋山くんは生ではどんな感じかな。で、間もなく1ヶ月になるけど、たもっちゃんのリリースはやばそうじゃないと。まず錦糸工さんは十何年ぶりだと思うんで、はいはい、おそらく髪の毛の長さ地面についてるんじゃないかなと。切ってないですかね。そう、切ってなくて伸ばして、あのちょっともじゃもじゃだったじゃん。はいはいはい、あれが多分地面までついてたら仙人だね。もう僕らは本当バンバン剤かなと。もうそれがやっぱり最終目的目標という感じですけど。なるほどね。あとは、たもっちゃんのリリースはやばそうですね。はい、カツカツです。カツ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 死にそう、うん、でも今こうここのところでちょっと作ったじゃないですか、3曲、はい、あれの、歌い方とか、うん、どのように奏でるかとか、ほう、そこら辺はねだいぶ詰めてます私自分の曲。なるほどね、うん、まあ、僕から言わせてもらったら出来上がってからにしてほしいけど。そうですか。出来上がってからのことかな。それはですか。それはね、もう詰めてますよ私は。出来上がる前に詰めるところがたもっちゃんのね、うん、いいところですから。そう、思いが強く入ってますから今回はね。なるほどね、はい、うん、まあそんな感じでね、ここでもう一曲だけ、ね、流そうかなと思います。あ、はいはい、普段ちょっと流さない曲なんですけどね、うん、ここで一発流したいなと思います。聞いてください。はい、私ですか。はい、これ頭が狂った時の曲ですけど、はい、いいですか。はい、たもと直弘で夢の国アリス。お花畑の中をララ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 ラ、月っぽ目を開けてもダメよ、お花畑の中でララ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 ラ、開けちゃった
あげちゃった。はい、聞いていただきました。田本直弘で不思議の国アリスでした。さあ僕らもね、制作の方頑張らなきゃいけませんよね。おい、その通り。はい、今何々と何々の曲さっさとやろうって話をしましたけどさっさとやりましょう、ね、忘れてたって言ってますからね、うん、忘れてた、うん、あの新しいのをこう作ることに夢中になってたからね。はい、でそのブラッシュアップに一生懸命なってましたけども、皆さん昔の曲をねやっぱ引っ張り出してくるのもいいね、はい、そうですよ、うん、もうあの忘れてたってね、タモちゃんが言ったじゃん、うん、もう皆さん僕の苦労これで分かったでしょ忘れてましたね。はい、まあ飛ぶのよね。ああ、なるほどね、うん、セッティングしてあるの、うん、自分の家の2階に、うんうん、ギターと歌詞、うん、あのG とか、ね、A と書いてて、それが途中の状態でそのままそのままあの部屋、あの部屋奥の、うん、奥の、だから今すぐでもあそこに座ればスタートできます、ね、うん、もうあの部屋って何あんま入らない感じなの。すごく入らないすごく入らない、すごく入らないやつなんだ。入らない、開かずの扉みたいになってるわけね。もわっとしますもん、あそこ入ると。何かがいるんでしょうね。いるんですよ。てかそこに住めばもう閉じこもってさ制作するみたいな。ああ、それその目的で建てたんですけどね。